信ありますか？世界記録何秒やと思いますか？まあ出た出た5秒行き過ぎやん。8秒でございます。8秒この記録初戦やるときずつ自信がないですよ僕。いや僕はまあほんとね自信あるけど、うん、口から出ないといいなっていう、ね、つもちょっと出てるんで毎回ずつなんかね、はい、モザイク、あ記録挑戦に行きたいと思います。じゃあギネス挑戦 の、 あの正解記録は8秒です。8秒の中でこのおさめるおさめるか食べれないかその挑戦をしたいと思います。食べないかちゃうやろ。じゃあここもあの時計が準備しておきます。ちょっと待ってちょっと待って日本語おかしいよ。時計が準備しておきます。時計が準備しておきます。しといています。時計が準備しておきます。ジュノのギネスの挑戦まで。かわいい、はい、3何言うとんねん自分で。レッツスタート。うわこれめっちゃ辛いって。頑張れ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 もうやめろやってよ。終わった終わった終わった、もう終わった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 。見せるな見せるな見せるな。わかんわかんわかん見せるな。毎回こんな汚くなっちゃってどうするんだよもうこの。これ8秒無理じゃないですか。もう待ってアイスってこんな冷たかったん。冷たいです。だって氷なんだもん。いやびっくりしたよ本当。あ怖い。なんか緊張するあんな早く食べたことないから。変な緊張するんだよ。なんで俺がお前を食べながらお前を食べながら緊張しなきゃいけないんだよ。アイスと戦ってみようかお前。本気でお願い。本気でお願いします。本気でいや本気で。いややっぱお兄さんお前いつもおじいちゃんとか言ってんじゃん。俺ジジイやった。もう歯めっちゃ冷たい。じゃあいくよ夢の挑戦いきたいと思います。さっき皆さん最近インプラントしたばかりなのにこんな冷たなものを食べていいから。うん大丈夫私とか。視聴者の皆さんもぜひ夢のこと応援してください。あーなんか変な緊張する。お前ならできるぞ。俺ならできる。ガリカリ君王に俺はなるんだよね、うん、できる俺なら。はいじゃあよーいスタート。うわー一口でかっ。うわ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 何しんねんお前。なんだかめっちゃ頭めっちゃ頭なんで自分の頭叩いてんだよ。何しんねん。あの後も辛かった。失敗もう今も覚えてるわ。失敗です。どうでした。コケが今なんてコケが怒ってる。てかさ俺らってさ頑張ってきたね。そうだね。よくいろんなことをやって、まあ、これから先が長いけれども、ね、はい、いやでもガリガリ君はねほんまつらかった。マジでなんでつらいかというと自分も勘違いしちゃうんですよね。あこれ絶対に一口大きく食ってバンバンバン噛んで飲み込んだらもういけるだろうって勘違いしちゃうわけですよ。実際そうやってみたらめちゃくちゃ痛いし、うん、もう頭も苦しい胸も苦しい ね胸も苦しいし、いやマジ辛いんですよ。口凝ってるし。ガリガリ君はもう二度とやりたくねえな。やりたくない。今回のチャレンジはですね玉ねぎ一つを何秒で食えるかという挑戦なんですが、一つ疑問なのがなんでこんなくだらないことを挑戦するんだよ。ギネスさんこんなこと挑戦しなくてもいいでしょ。世界記録が 29.96 秒、うんうん、29.96 秒だったら食べれるやん。これはまあ数字的にそこまで難しい記録じゃないと思いますよ。ないですよね。成功したらモモランドさん。いやいや懐かしいな。なんかその懐かしい。あんなブスな顔でモモランドさん。本当ですか。ほんまそれ。じゃあ頑張ります。30秒で食べきれたらちょっと頑張ってみます。しかもあんな顔だったのに、なんか4人ぐらい自分のことを見てたなんて勘違いして、リンゴやと思って、はい、あの、リンゴだと思って、はい、皆さん応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあできるわけねえだろ。人生初やしかもできえないよみたいな。あざっとでかいの用意しましたよね絶対。うんあうん。じゃあジュノの頂点まで。じゃあリンゴだ。顔どうなってるの。お前はリンゴだ。スタートだ。おーうーおー
いやね。いやこれね、一口から無理なんですよ。15秒。マジ吐き気が出るんですよ。15秒。ああ、ジョーちゃん。通りやん、通り。全然甘くないじゃないですか、これ。ああ、終わりあ これやばいから、マジ。これ何の意味がある。モモランドさんとかどうでもいい。いやそれではやばいよマジで。わ本当でも本当に顔もきついよ。デブやん。頑張って。あの時めっちゃ太ってできるの。ギミンの挑戦いきたいと思います。30秒。ああの時切れてるし。切れてるから。じゃあ早速挑戦に参りたいと思います。モモランド。いやほんま一口でもいいやん。行くよ。心の準備 OK？ OK。よーい。お前もう長えな準備が。オッケーオッケーオッケーやる。いくよ。いくよ。スタート。いやなかなか難しいよこれ。もっともっともっと。おいいぞいいぞ。あいい感じ。勢いめっちゃいいじゃん。途中で水飲んでいいから。っつって。いいよいいよいいよ。モモランドが近づいてきてる。いいぞ。モモランド。あと半分。わこいつすげえ。おい水飲め。そんなモモランドに会いたかった。水飲め。水飲め。あれ水飲めやるときめっちゃマジ邪魔だった。めっちゃいやお前も俺に言ってるけど十分出てきてるよ口から。やだ。ぶっ。頑張れ頑張れ。あともうちょあともうちょっとあともうちょっとあともうちょっと頑張れ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 。どこ行くねお前。あれがバナなんだよバナ。いやマナじゃなくてよ お前番組達成中やからさ。お出しても前で吐けや。はい46秒でした。はい。モモレンズとかどうでもいい。なるそうなるでしょ。なるマジで。いやー辛かったな。やばかったなマジで。この時はねもうほんとぶっちゃけ玉ねぎもそこまで辛いくないと思ってたから。玉ねぎ好きじゃん普段。そう普段好きだから大丈夫と思ったんですけど、やっぱり丸かじりすると違うんですよね。しかもこの後陽平さんが現場に来たんですけど、なんかその時陽平さんに久しぶりにお会いして、陽平さんお疲れ様です、お久しぶりです、会いたかったですって二人ともハグしたんですよ。でもなぜか陽平さんがなんかうん、久しぶりみたいなすごい不自然な喋り方やからどうしたんやろうと思って、そこから1週間経ってからこの前ハルハル TV で陽平さん来る前に玉ねぎ早食いやっててめっちゃ辛かったんですよって言ったら、陽平さんがその時にあだからかとか言って、だから玉ねぎ臭かったんだって言って、陽平さんが俺ほんと失礼かもしんないけど俺韓国人って玉ねぎ臭いんやって思っちゃったらしくて、その時に違いますよ。 ですよ。玉ねぎ早食いしたから、はい、でも玉ねぎ早食いしてこのフロアもう全フロアがもう玉ねぎ臭かったですもんね。半端なかったわ。まあ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 コーラ息のみということでして、ちなみに世界記録が2秒34。ふざけとるやろ。え2秒ふざけとるやろ。2秒12.34 もおかしいわ、ね、2.34。 本当にジェイジ殺すつもりじゃないですか。殺すつもりやな、はい、これですね。いやちょっと待ってください。これいけそうです。うわでかいやんこれ。引けー。500ミリってこんなでかかったっけ。3秒ってさ1、2、3。はい終わり、はい、無理やこれ。無理やでしょこれ。どうやっても。でも世界記録に挑戦ですからなかなかやな。じゃあじゃあもうもう一個をちょっとつけて、はい、このコーラを飲んだらやっぱり何が出ます。ゲップ。ゲップ出るんじゃないですか、はい、ゲップを我慢するという。いやゲップが出たらデコピン。あなんでこんなくだらないことで緊張するんだろう俺。それがハルハル TV。 怖いって。
それ意味ないからね、全くね。炭酸抜けるんで早くしてください。お前もうずるいな。お前さ、おー見た今同じだよ。じゃあ行きます、よいスタート。うわ、はい、もう世界記録失敗です。何やねんその時代。ちょっと待って、連想してるやん。おでもすごい、おいこいつすごいな。お前うわうわ、よくやったね君。34.62、こっから1分ですよ。ゲップしちゃダメですよ。泣いとるやん。歌よい、佐藤歌。君のその眩しい笑顔、泣いとるやん。いつまでも見ていたい。もっと高く泣いとるやん。一緒ならばどれくらい飛べる。うわくさ。ラリーレディースタート。誰ってあれ、あんだけ顔してるのもすごいんだよ。はい、終わりです。ああやって飲めるの。飲んでください。どうした。あ、苦しい。全部飲んでください。一応全部飲んでください。はい、あーおーおお、泣いてる。泣いてますね。泣いてます。検品したらダメですよ。はい。じゃあ泣いてる。泣いてる。いた。早く。僕何秒で全部飲みました。30秒。はい。じゃあゲップ出ないように全部飲んでください。はい。ゲップ出た瞬間にマジで飲むって苦しいから。はい。ゲップがどんどん溜まっていくからね。泣くのないから。早く。早く飲んでください。早く言われてもマジ無理やから。おー、ゲップゲップ、ちょっと待って、うん、吐きそう。あ、ゲップしたしたよ。とりあえず全部飲んで、全部。いやマジね、全部飲んで。あれで、あのゲップしなかったら吐いたよマジで。辛いから。ボロボロや。めっちゃおもろいな。あ、めっちゃ面白い。あ、最高。てかね、お前すごいな。あんなコーラ飲めんの。ねえ、あのコーラ好きだったからずっと飲めるんだよね。半端じゃないですね。いやでもこれ、俺負けてたっけ。負けてた、負けた。いやでもそのゲップ出る時のそのスッキリ感半端ないよね。わかる。でもなんかあれみたいですね。スカピスカペ、あのスカシペ、スカシペ、はい、スカシペみたいでしたよね。なんか最初はね、さあさあ草型だろうな。